ザ・プライム賞はワウワウプライムで2011年10月3日から2012年9月28日まで2013年4月1日から9月27日までの月曜日から金曜日までそれぞれの夕方に放送されていた情報番組2012年10月1日から2013年3月29日までの平日の夕方は 渋谷ライブザプライムショーとして放送されていた。ワウワウ放送センターから生放送されたこともあるワウワウのサテライトスタジオであるワウワウ渋谷ステーションからの生放送かつ無料放送である。2011年10月から2012年9月までのザプライムショーでは世界中から集めたエンターテインメント情報と月曜日から曜日ごとにスポーツ、ヒューマン、音楽、 ドラマ、映画とそれぞれテーマに基づいた特集を提供し、渋谷ライブザ・プライムショーでは、世界中から集めたエンターテインメント情報の提供に、加えて、渋谷の街にスポットを当てた情報を中継で伝えていた。2013年4月からのザ・プライムショーでは、月曜日から曜日ごとに、スポーツ、アートパフォーマンス、音楽、舞台、ブックカルチャー、映画、 ファッションとそれぞれテーマに基づいた特集と世界中から集めたエンターテインメント情報を提供している。また、放送開始から2012年9月21日までの放送では観客を抽選で募集し、当選者をスタジオ内に入れて放送されていた。この番組は18時代の海外ドラマやリアリティショーとともにワウワウの窓と題した。 未加入者向けの無料放送だったが、2013年9月に、ザ・プライムショーが終了し、その時点で18時台に放送されていた、プロジェクトランウェイ7は19時台に移行して2013年10月、初旬に最終回を迎え、当該時間帯での無料放送は終了した。上記の放送時間に加えて、下記のように延長放送することがある。 2013年6月24日はウィンブルドンテニスの生中継のために19時から19時30分まで放送した。放送開始から2012年9月までは女性デイリーキャスターとされた。2012年10月から2013年3月までの毎週木曜日に出演したスペシャルゲストはスペシャルゲスト説を参照。 放送開始から2012年9月までのトークゲストと2012年10月以降のコアトークゲストは出演日に太じ。スペシャルゲストワウワウアナウンサーが担当するコーナーを除いて本編部分は不定期出演である。ザ・プライムショーニュースとは2012年4月2日から9月28日まで月曜日から金曜日の深夜に放送されていた情報番組。 ザ・プライム賞の再放送扱いで生放送の時に放送されたエンターテイメント情報を中心に編集されたものと次回のザ・プライム賞の予告を兼ねた15分番組でザ・プライム賞と同様ノンスクランブル放送である放送日時プライム賞ダイジェストは月曜日から金曜日の深夜に放送されている情報番組で 2012年10月1日に始まり2013年9月27日終了した。2012年10月から2013年3月までの渋谷ライブザプライムショーと2013年4月以降のザプライムショーの再放送扱いの15分番組でザプライムショーニュースの放送回数を引き継いでいる。放送日ワウワウプラスとはザプライムショーと 同じく2011年10月3日からユーストリームで配信開始されたトーク番組である。放送開始から2012年9月までのザ・プライムショーと2012年10月から12月までの渋谷ライブザ・プライムショーを連動したスピンオフ番組として2013年1月以降は独立番組としてユーストリームニコニコ生放送。 フレッシュを利用して公開性配信している。放送開始から2013年3月14日まで、ワウワウ渋谷ステーション内の別ブース、2013年3月19日以降は、六本木で、それぞれ収録されている。かつて、ザ・プライムショーで、紹介の際に、ユーストリームのロゴが冠されたり、渋谷ライブ、ザ・プライムショーで、同時配信された。 ユーストリームのみで放送されていた時期は多い日で2000人弱だった視聴者数がニコニコ生放送を開始して以降は激増してリアルタイム視聴者は毎回2万人前後である2014年12月から宮島さゆ幸が監督してトムスエンタテインメントが制作した番組独自のオープニングアニメーションを用いる2018年10月2日から 動画配信サービスパラビの名を冠した、プラストパラビに変更した。概略放送開始当初は、大谷信彦とマキ田スポーツ、プラストガールズ、ナビゲーターらが、ザ・プライムショーの放送テーマをトークする番組であった。番組として独立して、以降は、ワウワウの放送プログラムに即したテーマで、エンターテインメントを深く掘り下げるトーク番組として、映画、音楽、スポーツ、 海外ドラマ、アニメ、サブカル、動物、グルメ、落語など様々なテーマで放送している。出演配信時間ながらプライムショーは、渋谷ライブ、ザ・プライムショーと連動したスピンオフの番組である。ワウワウプラストと同様に、ワウワウ渋谷ステーション内の別のブースから、ユーストリームを利用して公開性配信した。 渋谷ライブザ・プライムショーはエンターテイメント情報や視聴者ツイートなどへ反映しており、本番組とダブルスクリーン視聴を推奨した。企画キャスト進行とニュースハンターが一人ずつ日替わりで出演するが該当しない配信会もある。進行いずれもワウワウアナウンサーニュースハンター。ありがとうございます。